ロータス T127 はロータスレーシングが2010年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計責任者はマイクガスコイン。マレーシア GP にて新型エンジンカバーのテストを行う様子2010年2月12日に発表。BMW ザウバー撤退に伴う空席争いの末に3 0権件を勝ち取った2009年9月に 開発に着手しているため、設計開始からわずか5ヶ月という急ピッチで製作が行われたマシンである。エンジンはコスワース c A2010 を搭載。カラーリングは往年のチームロータスを思わせるブリティッシュレーシンググリーンにイエローとなった。ハイノーズを採用しており、非常に複雑な形状のフロントウィングを有しているが、 サイドポッド付近は極めて保守的な手法となっている。風洞モデルや完成者が、ホースインディアの2009年式マシン、VJM02 に告示していることが指摘されており、2010年2月、ロータスレーシングを運営する一、マレーシアレーシングチーム社が、ホースインディアによって告訴された。T127 の製作に協力した、イタリアのベンチャー企業、エアロラブは、その直前に、 フォースインディアのマシン開発を行っていたが、施設受け渡しの際に、同チームの原寸大風道モデルが置き去りにされた、ことが違法コピーの原因であるという、新規参入チームの中で最も F1 チームらしいチームであったため、開幕戦より新規参入チームのトップを走っていた。ヨーロッパラウンド初戦となる、スペイン GP では、2010年の F1 に参戦しているチームの中で、 最大級と言っていいほどのアップデートを投入し、サイドポット、フロントウィング、ブレーキダクトなどを改良した。また、アメリカの CNN などのスポンサーも、たくさん付き始め、新規参入チームのトップという位置づけを、確立していった。第16戦日本 GP では、平気小腹来年が新規参入チームの中で、最高成績となる12位完走を果たし、ヤルノトゥルーリも13位完走を果たした。 ロータス T127、f1-gate.com、http://f1-gate.com、ロータス /t127.html2010 年5月31日閲覧。ありがとうございます。